ははい、えー、皆さんこんこにちはレック専任講師の吉田です2019年度司法書士本試験、えー、近づいてきました。えー、ということで、えー、先日ながら、えー、ですね少々おアドバイスの方ですねさせていただければと思います。でまあ、本試験の当日ですけれども、まあ、皆さん、全員ですね望んでいらっしゃることだと思いますけれども、まあ、力を出し切るということですね。 で努力し,たかしてきた方にとってはですね、まあ、その自分の本試験当日の力をですね、まあ、出し切ることができさえすれば、まあ、合格というのが後ろにまあ控えているということになるんだと思うんですけれども、まあ、この力を出し切るということはですね非常にまあ言葉で言うのは簡単ですけれども難しいというふうに感じていらっしゃる方多いのではないかなと思います。で力を出し切るためににに、まあ、どうううすすべきかということとといこなりますと、まあ、簡単に言うとまあ冷静に 本試験の当日1日ですね、まあ、立ち回ると冷静な立ち回り、えー、というのがーキーワードになってくると思うんですけれども、まあ、その言い方変えるとですね、まあ、冷徹な機械のように。 まあ、淡々と自分の取れる問題を取っていって点数をこう積み重ねていくというイメージでしょうかね、えーまあ、本試験の現場の雰囲気にのまれないなどというです、ねえー、表現がよく取られたりしますけれども、まあ、淡々と機械のように点数を積み重ねていくイメージを持つことが大事じゃないかなと思います。 はいでまあ、そのようにまあ本試験の雰囲気にですね飲まれないためにどうすべきかということで、まあ、お話しできることがたくさんあるんですけれども、まあ、時間限られておりますのでいくつかですね、えー、絞ってお話ししたいなと思いますけれどもまずですね本試験当日、まあ、試験時間ですね午前の部ですと9時半ですかねで午後の部ですと1時ということになりますけれども、まあ、試験時間が始まる前の段階のお話でございますけれども、まあ、やはりあの 朝はですね、試験会場にはある程度、まあ、早く到着すべきかなと思いますで、できるならば、その校舎の外でですねあのずっといるんじゃなくて、まあ、ずっとその中にいろっていうわけじゃないですけれども、あの早く行ったからには、何かしらした方がいいと思うんですが、まあ、例えばその自分がですね、あの受ける教室、まあ、見に行くとかですね。 でまあ、あこういうところで受けるんだっていうのをですねちょっと認識しておくっていうのも、まあ、冷静さを保つために、えー、舞い上がらないために重要な作業になってくるかなと思いますしあともう一点ですね案外地味ながら大事かなと個人的には思っておりますトイレの場所でございますね。 あのトイレの場所を把握しておく事前にですね。で、まあ、当然そ、その自分が受ける教室の一番近いトイレを把握しておくのは当然大事ですけれども。まあ、あの、もう一個。 えーですけれども例えば、そのなんちゃら大学のですね、えー、難合間で受けるってなった場合に大、ね、にしてあるのがですね、えー、1階と2階と3階はあ試験会場として使うけれども4階は試験会場になってない、えー、などということがあまあこれは校舎による大学によると思うんですけれどもその試験会場によりますがあ,あると思うんでですねで、えー、1つの傾向としてですねその試験会場として用いられてないフロアのトイレは空いてることが多いということでございます。 そういうトイレがあるかなというところも事前にですねあの把握しておくと非常にまあ,あ 精神的に落ち着こうかなと思います。よく見受けられるのがですねあの午後の部が始まる時間、えー、1時ですけれどもその10分前ぐらい12時50分ぐらいの段階でですねその特にこれ女性が多いかなと思うんですけれどもそのトイレの前にこう行列作ってですねこう並んでるような風景をですねたまに見かけますけれどもあれはやはりちょっと個人的にはよろしくないかなと始まる10分前にトイレにこう並んでるとねほんでも 並んでる間に試験始まったらどないするみたいな感じでちょっともう心拍数上がってきますんで、えー、そういった状況に陥らないためにもですねやはりそのある程度余裕を持ってトイレなんかは済ましておく必要があります。えー、そのための1つの方法としてですね、えー、空いてそうなトイレ、ね、見つけておくなんていうのも1ついいんじゃないかなというふうに思いますね。はいい、えー、続きましてて次、えー、卓越式についてです まあ試験時間始まりましたと多国一の問題を解くわけですけれども、まあ、肝に銘じておくべきはもうこれはもう皆さんですね重々承知していらっしゃるとは思いますけれども自分にとって100%の自信を持ってですね丸々判断できる足それで回答を絞っていくと。 特にまあ組み合わせ問題多いですからあ組み合わせ問題については特にそれが妥当するわけでございますけれども自分にとっての自信のある足でまあ絞る努力をするということです、えー、そしてもう1点ですね絞りきれなかった場合にですね問題となるこれ回答の変更という作業ですね、えー、受験生の方、えー、まあ結構やらはると思うんですね。最初にににしてたんだけど3に変えると ということですでその回答の変更についてですね1点だけ、えー、やはりこれ明確かつ客観的な理由がない限りですね回答の変更は行わない方がいいのではないかなというふうに思います、まあこれはもう確率論でしかないですがやはりこれあの自分自身の経験 を踏まえてもそう言えますし、えー、本試験を受け終わった後の受験生の方々のその声ですね聞いててもそうなんですがやはりその明確かつ客観的な根拠もないのにですねまあ安易に2から3に変えました3から4に変えましたという場合ですね、まあ、数字示すのも難しいんですがまあ体感で7割、8割。あのー ミスチョイスあ、ミスチョイスというかですねあの買えなきゃよかったなっていう声が多い圧倒的に多いかなっていう気がしますのでやはりこれあの安易に買えない方がいいかなと思いますはい、えー、次、えー、ですね3つ目記述式についてでございますけれども記述式 まあこれはどんだけ努力を重ねてきた人でも不安材料になっていることと思います。やはり1年間に2問しか解かせてもらえません、その2問で決着がついてしまうということで非常にやはり努力してきた人、なおさらですねこれは怖い存在だと思うんですね。で、そんな記述式だからこそということになりますけれども、まずあの持っておくべき意識としては、ですね2問。 70点ですよね2問で70点ですが、まあ、70点で一つの科目であるという認識を常に持っておいてください。 70点のうち、だいたいですけれども、40点取れば、基準点は超える年が続いておりますので、まああのー、どっちか一方で,です、ね、まあ、例えば9点とか10点しか取れませんでしたという人でもです、ね、まあ、合格している現状がございますので、えー、くれぐれもです、ね、不動産、商業、どちらか分かりませんが、一方で、立ち止まりすぎないことがです、ね、重要になってくるかなと思います。 でえー、近似の本試験、記述式ですが見ておりますとですねやはりその1年目、2年目の方でも知っているような知識、えー、それを使えばちゃんと書けるような部分がどこかしらにこう準備されている感がありますのでねでそれがどこかがわからないわけです、事前には。なのでその2問トータルうー2問で1問という形で捉えていただいてですね必ずその点数を取らせてくれる部分があるはずだと信じて、えー、立ち回っていただければなという いう風に思いますで、それと関連いたします。けれども、まあ、例えばまあ、不動産から得費とまあ、商業から得費と別にどっちでも構いませんが、まあ、途中でこうもう進まなくなる思考が進まなくなるような場面というのはあり得ると思うんですね。もう進まない。まあ、例えばあ1件目の申請はこれが来るんだろうけども、その後も全然ちょっともう判断がつかないなどというですね状況に陥った場合ですけれども、潔くですね。次の。 他方の科目ですね。不当の不等やってる状態でそういう状態に陥ったならばもう商業に移ってしまう。商業でそういう状態に陥ったならばもう不当に行ってしまうとこういう形でですね。あのちょっと臨機応変にというかもうあくまで、えー、70問失礼70点、えー、で、えー、一問だという認識でですね、えー、立ち回っていただければというふうに思います。で記述式に関してはそんなにあのやるべきことはもうはっきりしております。 形式面もしかしたらいじくってくる可能性当然ありますけれども受験生がやるべきことというのはですねその問題文に曲がっている情報からですね、まあ、不動産の場合でいきますと一体、えー、その問題となっている不動産についてどんな物件変動が生じたのかなっていう判断をね、えー、民法の知識使って行うとでそれが終わったならばあその物件変動を どのように、えー、登記記録に落とし込んでいくのかというところで、どんな順番でどんな登記申請していくのかっていう判断をしていくということです。まあ、ただそれだけです、えー。商業登記で言うならば、会社がどんな行為をしてで、えー、登記事項とされている事項のうちどこに変化が生じたのかっていうのを判断した上で。 申請書を書いていくとそれだけでございますのでねあまりこう,もうあの難しく考えすぎずに淡々と今皆さんが持っている知識を使って判断していっていただければ良いのかなというふうに思いますはい、えー、以上ちょっと長くなってしまいましたけれども2019年本試験においてですね皆様が力を出し切って良い結果を出されることをですね切に願っております、えー、皆さん頑張ってください